こんにちは、粟田洋介です。今日はへこんだキャンバスの直し方、キャンバスを持ち運んだり保管したりするときに私が気をつけている方法を紹介したいと思います。では早速、キャンバスがへこんでしまったときの直し方というのをご紹介します。やり方は一つだけ。用意するのは水です。私はこの霧吹きを使っているんですけど、霧吹きじゃなくても水をかけられれば何でもいいと思います。この夏の太陽っていう8年前に描いた絵なんですけど、ちょっと今へこんだキャンバスがないのでへこましてみます。本当はやりたくないんですけど、なんかよくね、こうやってペンってこうやってね、へこんだり出っ張ったり、こんな感じでなっちゃうことがあります。こんなことやりたくないんですけど、へこっと、へっこみました。この度合いがもっとひどい時もあれなんですけど、へこんって、映像だとわかりづらいんですけど、へこんでいますね、ここね、ほら。すごい目立ちます、これ。でね、こういう時は簡単です。ここに水をかけます。これは麻のキャンバスなんですけど、もう直りました。一発で直っちゃいましたね、これね。ちょっとするとね、ピーってね、布がね、縮んでくるんです。この、麻とか、これは麻にアクリル絵の具で描いたものなんですけど、もう一瞬で直りました。乾けばもうできちゃうって感じですね。これもちょっと夏らしい絵で、で、これは綿のキャンバスに油絵の具で描いてあって、これ私がジェストで自分で塗ったものです。さっきは部分的な凹みだったんですけど、こう全体的にこういう風に、いやだな、こんなことやりたくないなと思う。こうやってね、へっこんでしまうことがあります。さあ、もうへっこんできた。ここがもうへっこんで最悪なのが、今ちょっとひび入っちゃったんですけど、ひびが入ったらもう治りません。で、破けた時も治りません。で、これでへっこんだんですけど、へっこんでいるから出っ張るってことはへっこんでいるってことですね。これも同じように水で濡らします。水で濡らすときに、全体的に濡らして、木に合わさってるところまで、なんか歪んできたときは、この隙間にも、こうやって入れてあげるといいです。スーってね、こうやって入れちゃうんですよ、水を。で、全体的に水をかけて、するとね、もう治りました。んで、ちょっと乾かしますね、これも。で、今水かけて直した方法なんですけど、キャンバスの大きさは関係なしに、大きいのでも小さいのでも大丈夫です。綿のキャンバスでも、麻のキャンバスでも対応できます。なんですけど、水かけても縮まないような素材のキャンバス地だと、もしかしたら直らないかもしれません。あと、穴が開いたり、破けたりしたのは、ちょっと私は直し方を知りません。で、結構ちょっとしたね、傷だと、水かけて、縮んで、まっすぐになることによって、目立たなくなることはできると思います。それから、ひびですね。さっきこうやってね、ピッピッってやってる時に、ここにひびが入っちゃったんですけど、見えるかな？見えないかもしれないな。そこは、もうちょっとまっすぐにすることによって目立たなくするって感じですね。自分でジェスト塗ったやつは、結構ひびが入りやすいです。丸めて保管する時も、結構ひびが入りやすいです。丸めとくのはいいんですけど、ちょっと折っちゃったりするとパキッと折れちゃったりします。なんですけど、最初からジェストが塗ってあるプレジェストキャンバス、これプレジェストなんですけど、こういうのだとこういう風になっちゃった部分は、キャンバス貼って水をかければ、これもピンって伸びます。なんですけど、ジェスト塗ってないキャンバス地に、自分でジェストを塗ったやつとかだと、こうやって折った状態ですね。こういう部分は、こういうところが日々入る時があります。で、いろんな理由でだから私はもうできればプリジェストを使うようにしています。次はキャンバスをこうやって重ねて置く時の注意点をお話ししたいと思います。今あるのがちょっと小さいキャンバスなんですが、この2つ同じサイズです。なので、こうやってね、例えば壁に立てかけておくときは、保管するときとかですね、同じ大きさのキャンバス同士、こうやって置いとくと良いと思います。なぜなら、
大きさの違う、さっきのこういうのとかで、こうやって重ねとくと、この部分、木の枠がない部分にこうやってね、重ねますと、キャンバスをへこめてしまう原因になるからです。あと、で、重ねるときも裏同士重ねると良いと思います。で、表なんですけど、ここが注意なのが、こうやるとね、お互いの絵の具の色が擦り合わされて、剥げたり、こっち側にくっついちゃったりします。車同士ぶつかったときに、別の車のペイントが、もう一方の車のペイントに、例えば、白い車に赤いペイントがビーとかついちゃったり、ペイントが剥げちゃったりするじゃないですか。そんな感じで、この絵の具がこうやってなるんで、ちょっとね、直すのも大変なんで、塗り直すとか、傷がつくとか、そうなるともうほんと大変なんで、重ね合わせておくときは、こうやって、紙なんかを間に入れて、表面同士、重ねるように私はしています。で、前は、この紙で、包んで、こうやってね、この表面を守って保管してたんですけど、こういうのとか、もっと大きいキャンバスの時は、クラフト用紙っていうのを使って包んでたんですけど、たくさんのキャンバス包んで、で何回も何回も、ね、包んで持ち運びとかして、やってるうちに結構破けてきたりして、その紙も再利用毎回毎回してるんで、耐久性を考えて、ちょっともうちょっと値段が張るんだけど、こういうので最近は包むようにしています。包み方はもう適当。こうやって、こうやって、って感じ。全部包んでこうやって、こっち、裏側、でまた表面って感じ。で、これ、大きさの違うキャンバスを重ねるときですね。その時のポイントなんですが、このキャンバスとこのキャンバスだと重ね合わせても木の部分がこうやって押されているので、へっこんじゃうってことがないので、こういう場合はいいんですけど、例えばこれとこれとかですと木の枠が当たらないで、こうやって直接柔らかい部分を押しますので、へこむ可能性が出てきます。なのでキャンバスを横にして、横にすればこの部分に当たるので、こういう風に横にします。横にしてもスポーツも大きさが違いすぎる場合のものを重ねるときは、こういう硬い素材を、段ボールとかね、こういうのいいんですけど、こんな感じにして梱包して、こういうのを梱包してこうやって重ねると、例えば2つとかね、重ねちゃっても大丈夫になります。で、キャンバス1個単体で持っていくときも、できればここの部分をへっこませないように、なんかカバンとか袋に入れるときとかも、なんかこういうとこぶつかってね、へっこんじゃうときもあるんで、なんか本とかノートとかでもなんかいいですけど、プロテクションになるものを挟んでカバンに一緒に入れて持っていくといいと思います。これもそう、こういうへっこみ方ちょっとわかりやすいと思うんですけど、ここね、水でやると今のシャープなへこみだったんですけど、ちょっと時間を置くとだんだん引き締まってきますんで治ります。あと水でやれば治るっつっても、展示に持ってった時に簡単な作業でも時間と労力の無駄になるんで、なるべく丁寧に運ぶようにしています。という感じで、今日は私のキャンバスの扱い方についてお話ししました。すごい大雑把な方法だったんですけど、以前はもっと雑で、画廊とかに売り込みに行った時とかに、こういう脇とかがすごい汚れてたり、した作品をたくさん持って行って、ある画廊さんで作品を置いてもらうことになったんですけど、もう昔の話で、今、その画廊さん自体があるかどうかもわかんないんですけど、そこの人に、キャンバス汚いっつって。作品が汚いっつってね、もっと綺麗に扱うようにって言われて、やっぱりね、これ作品って商品ですから、やっぱり綺麗な状態で保つことっていうのは本当大事なことだっていうのがそこで分かりまして、それ以来ね、作品は大切に扱うようにしています。本当はもっと大事に扱わなきゃいけないんですけどね、もう大雑把なやり方で、もしこれがやりやすいなと思ったら、ぜひ参考にしてみてください。まあ、絵を販売する人だけじゃなくて、自分で描いてる絵もせっかくの作品ですから、大事に保管しておくといいと思いますし、自分で描いた作品じゃなくても、人の作品でも、お家に飾る絵とかがある方、そういう方も参考にしていただけるとね、飾ってる作品がベコンとへこんじゃったりしたら水かけようと思って
そんな感じでやってみてください。なんかいろんな方法があるし、いろんなシチュエーションでなんか傷がついたり汚れがついたり、なんか紙が張り付いたりとかあるんですけど、なるべく慎重に扱うことは大事なことだと思います。というわけで最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。